So let's go ahead and introduce this. This is what you're, all you guys have been waiting for. 108人のハロウィンレベリオン。And then water margin. Shoryu Musume. Oh, dragon. So Shoryu Musume is dragon child, dragon daughter or dragon girl. I guess you can say dragon girl.So it could be, it might most likely is Ellie Lily.聖杯が生み出した微小特異点の解消へと向かったマスターたち。一行がたどり着いたのは、その身に苦悶竜をまとう小さき謎のサーヴァントが。So yeah, it's a Lily servant. Or it's a young servant, for sure. の結成こそ特異点解消の鍵と考え。その地に降り立ったサーヴァントたちを集める一行の前に、結成を阻止せんとする官軍が立ちはだかる。相対する思惑がぶつかる地にて繰り広げられる激しい戦い。両山泊をめぐる戦いの先に待ち受けているものとは。ありがとうございます。ということで、もう気になる単語がもうありましたね。いろんなワードがあるんですけれども。これはもうは私もどんな顔してたらいいかなっていう、ね、まあ、コメントをいろいろついていただきましたけれども、はいはいはい、どんなジェイテが待っているのかアドベンチャーパートもご用意させていただきます。 So, oh, they're going to show the adventure part right now. Okay. お願いします。 ドン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 。 So, yeah, okay, I knew it. The Chaldea was 108. Okay, I knew it. I knewThat was expected. Are they rebuilding it? Wait, are they rebuilding the pyramid castle in Mount Liang?Sabudika, Matahari, Robin Hood, Amakusashiro, oh, Mori, she is here. Okay. So, Jackson Mori is one of the main servants for this event. Okay.He got bit. So it's a dragon. Okay, it's a dragon girl. It's not Elizabeth. It's a dragon girl, though. It is Elizabeth!She said Eriza. Wait, what? Her name is Eriza. Her name is Eriza.
Wada Aruko, yeah, that is Wada Aruko artwork. はい、私ね、はい、指針出るかなと思ってたんですよ、はい、指針あんなに出たと思わなかったですね。正直このどこまで行っていいのか、はい、私このタイミングでわからないんですけど、大丈夫ですよ。もう今年行っていいんですか。いいですか。もう今年の収録も大変でした。Okuburumi just confirmed it. That is Elizabeth. Okuburumi just said that she voiced the character.この後の方がいいんですかね、話すのは。でも大丈夫ですよ。でも割と今回もハロウィンでこのタイトルが出てから、うん、いろんな人に、うん、今年のエリちゃんどんなエリちゃん、でもエリちゃん出ること絶対で、いろんな人に言われて心の中で、うん、エリちゃんっていうかロリちゃんっていうか、うーんって思いながらどうですか、まず出るかもわかんないですからねみたいな感じで答えてたんですけど。なるほど、はい、エリちゃん警察もいらっしゃるんですね。そうなんです。今回はその絵コンテの時にものすごくホーグが面白かったので、うん、私も今日見れるかなと思って楽しみにしてきちゃいました。なるほどなるほど。なんか本当にまあエリちゃんのインパクトがエリザちゃんがインパクトあるんですけど、はい、他にもね、そうですね、いろんな方が出ていて108人、はい、水古殿に、いやでも梁山伯とチェイテを合わせちゃダメですよ。もうチェイテピラミッド姫路城の時に学ばなかったんですか皆さん本当に新たなチェイテが何でも合体させちゃう。そう、いや、チェイテラジオの時もありました。本当にまあ、今回は梁山伯を結成を目指していこうというようなストーリーとなっていきます。はい。はい、はい、ということで、まあ、いろいろありましたけれども、このイベントの限定サーバーのご紹介させていただければと思います。はい、ということで、まずはこちらの映像をご覧ください。Oh, servant, here we go. Who are you? Oh, this is a welfare. Okay, okay, okay. あら、かわいい。Pretender! 多重次元屈折現象を引き起こすわ。 Oh, okay. Was not expecting Pretender. Wow, I was not... Dude, her MP is awesome. Wow, a welfare Pretender!先ほども登場しておりました蜘蛛竜エリザ、蜘蛛竜エリザ、プレテンダーまさかの、はい、よく見ると Welfare Pretender、 今までの全員出てるのと、あと約1名こう、うん、親っていう人も混ざっているので、ちょっとぜひ見ていただきたいなと、思います。はい、はい、こちらの蜘蛛竜エリザはいつものイベントのようにですね、メインクエストをクリアしていくと正式加入できますので、ぜひ、ゲットしていただければと思います。楽しみです。はい、もうこれ、はい、何、あ、すいません、いいえ、違います。全然進行ちゃんとできてませんでした。ごめんなさい。はい、ということで、クモンリュエリザにつきまして、こちらの方もご紹介させていただきます。お願いします。はい、今回のイベント期間中につきましても、この星4のクモンリュエリザにつきましては、強化EXPボーナス経験値2倍とさせていただきますので、ぜひ、この機会に強化もしていただければと思います。はい、限定サーバントのエリザについてご紹介いただきましたが、次は何をお伺いできますか。はい、続いてはイベントの遊び方についてもご紹介させていただければと思います。まずはこちらとなります。はい、このイベント中ですね、メインクエストは日ごとに開放されていきますので、So main quest will open up every day. エリザを正式加入できると。There are items that you can get to exchange in the shop. EXP, more copies, foes, the dragon, a vase, and a scroll.そして続きまして、こちらが梁山伯についての特徴となるんですけれども、今回ですね、イベントのその画面ですね、そちらの方に、左の画面のようなですね、いろんなこう枠があります。こちらの、あと粛清というんですけれども、
そちらにサーバントを任命していくと、はい、でたくさんの枠がありますのでそちらにサーバントを任命して任命した上でフリークエストとかクエストをクリアしていくと、はい、その活動進行度が上昇していきます、うん、でそれはこの今左側の吹き出しありますよね、はい、吹き出しに例えばこの青い枠、はい、これは一つの職分といったその、まあ、いわゆる役職 の, そのグループというふうに考えてもらえればいいんですけど、はい、この職分全体としての活動進行度が上がっていきますので、うんうん、この職分に紐付けられた素材が全あの活動進行度が全部最大までたまるとその素材を獲得できると。Oh, okay. So you put your servants in the blue slot on the left, and basically you can increase gauge by doing free quests. And once the bars on the right fill up, you get those items. このサーバントはこのサーバントだけみたいのでなく、そこは自由に全然はい、一部にはちょっとクラスが指定されたけど、まあ基本的にはもうはい。But the blue slot where you put your servants, you can put any servant, but it is divided by class. 宿生をその君に当てはめてフリークエストに行くって言ってたんですけど、それは。So basically, fill up gauge, get more items. そうですそうですそうです。Yes, I will be uploading this on my YouTube channel after this. このサーバントで戦おうっていう風に編成があるんですけれども、その進めていくと、その裏でその職分がいろいろこうまあ何かやっていきながら、その活動進行度が裏で上がってるようなイメージで考えてもらえれば、なるほど、なんか同時進行っていうか、まあ、そう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 、わかりました。はい。で、こちらのたくさんの枠がありますので、はい、今回につきましてもそのお任せ任命とい う, こうボタンを用意させてもらってますので、はい、一気にドンと、はい、108個あるんですか、やはり、はいはい、なるほど、ね、じゃあそれはもうお任せボタンでこうやって、はい、そうですね、で活動進行度を上げてっていう、はい、このメインクエストを進めていくとまたその職分だったり粛清だったり、うん、それぞれがどんどん増えていきますので、それに合わせてまたお任せでっていう風にやっていただいてもいいですし、はい、いやここのサーバントとこのサーバントをここの職分にとかっていう風に、okay、もらってもいいですし、ちょっと知ってる人とかはね、これはここにとかやりたくなるかもしれない、はい、かもしれない。ちなみに粛清がどれだけキャラクターのレベルとかは関係ある？あります。あります。Oh, so your servant levels do matter. 活動進行度が上がりやすく。So the higher your servant level, the more progress you'll get for the gauges. レベルも高ければ高いほど。You do need to clear Lost Build Chapter 5 Olympus to play. ここに入れたからといって、そのサーバントがバトルに出るわけではない。ではない。ない。バトルに出れなくなるわけでもない。わけではない。はい。はい。なるほど、わかります。すごいいっぱい聞いちゃいました、はい、ね、ちょっとやってみればきっと、はい、そうですね、わかるかな、はい、はい、またちょっとお知らせの方もまた、はい、ちょっと参考に Why Olympus? We don't know、はい、It's a story after Olympus, that's why、職分につきましてもう少し、説明がありまして次お願いします。この一つのグループ職分ですね、こちらには3種類の政務、That's a really nice looking 5-star CE 分かれてます、はい、まあ、この吹き出しの色とそのThe Song Zeng CE. Ooh. So there's three different types. There's. So like the one, like the 108 heroes, Suikoden, Water Maid. There are three groups. All the 108 heroes were divided into three groups, and that's what basically this is.その何色だったかな、まあ、軍務かな、So if you want red to go up higher, put the CE on. If you want blue to go up higher, put that CE on. If you want the green to go up higher, put the green that CE on, kind of thing. はいはい、続きまして、今のこのレースをですね、はい、ご紹介させていただければと思います。So we're gonna show off these CEs.、はい、こちらのスライドHere we are.、はい、左から are these well? Oh, these are the welfare CEs. Okay, okay. All three of them are welfare.、はい、so, the left one, そうですね、10% up or 20% up max limit break. All your Buster card is 8%、はい、
increase 8%, 10% max, critical 15%, 20%, middle card, arts card goes up 10%, 50% max, critical goes up 10%, 50% max, star generation 15, and then 20 stars, and then, oh crap, I couldn't read the last one. Oh well. And then we have some command codes. So of course there are many different rewards if you clear these quests. コマンドコードとかありますのでこちらの方もぜひプレイしていただければと思います。はい、はい、そしてあ、はい、これがいろいろ可愛いコマンドコードがありますね。はい、はい、ということでこちらの、はい、コマンドコードについてもご紹介させていただきます。はい、Command codes star generation 50% up 獅子神ちゃんっていう日が来ると思います。 critical up attack そうですよね。curse 500 damage for 3 turns star up to 3 and then during the attack heal 100 okay not too bad。ありますのでぜひ、そちらの方も送信、はい、コード開けてどんどん素材も獲得しながら進めていっていただければと思います。はい、はい、なんかなかなかいろんなシステムがどんどん新しくね追加されていきますね。はい、はいはい、楽しみです。ありがとうございます。そして続いては何をご紹介いただけますか。はい、続きましてはお得なイベントの攻略情報を紹介させていただきたいと思います。 Okay, so a little hint on how to clear this event。Oh, no, not event bonuses, basically. Of course. Oh, there's two new. Wait, there's two servants. Wait, there's two sets of question marks. Oh. その他にもこのようなサーバント一覧となっております。この後にもはい、いやごめんなさい、なんでハテナなんだろうって思ってちょっと先走りました。すいません、大丈夫です。あ、鋭いですね。大丈夫です、すいません、はい、大丈夫です、はい、最近ちょっとこう出しております。 So 5 and a 4 star なんかこう関わりのあるサーバントが多いですね。はい、遠征が 70% なのが、ね、いいですね。まあそりゃそうですよね。はい、はい、なるほどなるほど。そして、期間限定の新規概念霊装についてもご紹介いただけるということで、はい、期間限定の概念霊装についても、はい、紹介させていただければと思います。 So here are the gacha CEs、はい、Ooh, very pretty. Dude, the second one こちらはですね、The concert U1 Ooh. フレンドポイント召喚、こちらの方で獲得できます。ぜひこちらも Gain 3 stars, 4 star max、はい、MP charge、はい、by 1every turn MP 4%, 5% max, MP damage 15%, 20% max, critical damage 15%, 20% max. That set, that 5 star one is really good. Every turn heal 50, 100, and MP generation 5%, 10%.Max, that five star concert U1, that's a, not only does it look nice, but it's really strong. All right, brand new servant, let's go. Check out this trailer. Iko, why did I go move to the much way? Who is this? Oh, both of them, both silhouettes. The writer. Wait, who are you?I missed your name. Oh my god! So many servants from the 108! I missed it. Did they reveal the name? Oh, there it is. Wow. From Hoshi Engi.ポジションとなります。はい、わあ、素敵ですね。かっこいい、はい、はい、いいですね。なるほどなるほど。ということでね、まあ、ポジションサーバントをご紹介いただきましたが、先週のカルデラの10曲で発表されたサーバントも、はい、もちろんいますよね。そうですね、アサシンさん、はい、両山泊のアサシン、はい、これ誰なのかっていうね、みんなすっごい予想していたので、はい、はい
はい、すごいしましたよ。ああ、そうです。私、はい、実はあの収録の時の、うん、いわゆるマイルームボイスとかで、うん、そう撮ったので、はい、その誰なのか知ってたんですけど、うん、はいはいはい、みんな すごいなって思ったりとか、うん、確かにこのキャラもありえるかもっていうのをすごい考えてました。そうなんですよ、はい、はい、私もちょっとツイッター見ながらちょっとキッとしながらしておりましたけれども、人いるかな、はい、こちら梁山伯のアサシンとして事前に紹介させていただきました。ローバンアサシンをご覧いただければと思います。お願いします。 Who is it? Who the...It was Huang Feiyu. Huang Feiyu is the last one. So, Dare, who is this? Well, it's not Musashi, that's for sure. ということで、コネシャク、コネシャク、へえ、はい、ありました。はい、そうなんだ。よく見ると武器がそうなんだ。はい、すいません。武器で結構分かってる方も、はい、そうなんですよ。そうですね、私実は収録した時は、うん、キャラクター絵は見てなかったので、うん、梁山伯のアサシンで出た時は分かってなかったんですよ。うんうんうん、この子がもしかして、うんうん、ボイスで撮ったコネシャクかなって気持ちだったので、私もここでようやく、はい、この方ってなることができました。私はね、数字がつく人だと思ってたんですよ。あ、また別のキャラクターも。Thanks. So it's no one from the 108. It's no one from Suikoden. Interesting. ね、違いました。でもなんかそういう風にこういう風になんかこう、はい、推理するのも久しぶりで楽しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、久しぶりでしたしね、はい、皆さん当たりましたでしょうか。はい、はい、ということでね、はい、この2人のピックアップ召喚もありますよね。はい、はい、ということで、はい、こちらコーヒコとコエンシャク、そやコーヒコした召喚を予定しております。コーヒコヒュアンザオ、楽しみ。 They're gonna be in the gacha、はい、Man, I kind of want to roll now actually This is hype. ぜひ取らせていただければと思います。はい、それでは、はい、このイベントの配信日時を発表していただけますでしょうか。ドキドキ。はい、こちら108人のハロウィンリベリオン、昇竜娘スイコ演技につきましては、はい、Today, right after this. Yep. Of course. あと20分とちょい。So 20 minutes. 20 minutes. もうすぐです。 All right, you know what? I'm gonna stay up and roll. I'm gonna roll. I will roll. I need the roll. After seeing those two, that's hype.